あ、嬉しい、ガチ推し T 買いましただって、ありがとうございます。ライブとかでガチ推しグッズとか自分のグッズ持ってくださってる方見ると嬉しくなりますね、やっぱ。っていうかすごいですね、これショールーム花火大会2021って書いてる、すごいすごい、花火、これはランダムに花火が出てくるの、すごー、かわいい、夏を味わえますねこのショールームで。あ、ファミマのきゅうり食べました、あれめっちゃ美味しいですよね、私も今日2回目食べました。花火20万発でサーティワンのアイスもらえるイベントやってるよ。そうなん、欲しいアイス食べたい。あ、じゃあこの花火はギフトなんだ、ありがとうございます、投げてくださってる皆さん。なるほどね、この前のフルーツ大福のみたいな感じのやつね。なるほど。あ、じゃあキャッチフレーズします。はい、48グループ1のイラジロー AKB48 チーム8チーム4ケニーの長野セリカです。セリカーって呼んでください、セリカー、よろしくお願いします。わーい、今日はリモートだったんですけど取材がありました、いつか公開されると思うのでお楽しみに。わーい、このお洋服似合ってて可愛いね、この服めっちゃ好きでよく着ます、レディアゼルですねこちらね、可愛い。ドラマ一気見どうだった、あ、そう、昨日アンナチュラルっていうドラマを一気見しまして、なんか何日か前にアンナチュラルを最終回だけ見ましたっていう風にショールームで言ったら、絶対1話から見た方がいいよっていうねコメントをたくさんいただいたので、確かに1話から見てみようと思って昨日一気見しました。いや、1話から見る最終回ね、全部見た後に見る最終回と最終回だけ見るのではやっぱ全然違いますね結構そう、なんか1話と最終回見れば結構満足しちゃうんですけど、でも全部見てよかったなと思いますね。はい、面白かった。今日は朝早かったの、今日は全然いつも通り10時11時ぐらいに起きました。何時間かかったの、そう、その一気見はその10話連続で見たんじゃなくて、なんか 3,4 話連続で見た後にちょっと休憩して、その後にまたって見てたら結構遅い時間まで見てました。でも普通に日付変わる前ぐらいまでには見終わってましたね。
今日はいつもとメイクが違います。オレンジっぽくしちゃった気分で。でもあんまり好きじゃないかな、オレンジメイク。なんか塗り方なのかな、なんかあんまりしっくりこなかったのでちょっと研究したいね。朝4時の755のスタンプなんだったの。いやなんか昨日結構特殊な生き方しててあのドラマ見てなんか夜お風呂入ってないのに寝ちゃって、なんかそう目が多分疲れてたのか、なんかその日付変わるまでその生きてる時間に何回か寝ちゃったんですよ。でそしたらお風呂入る時間もめっちゃ遅くなっちゃって、でいろいろしてたらちょっとああいう感じの時間に、ね、なっちゃってね。そうみんな起きてるかなと思ってスタンプあれやってました、押してみました。そうだから昨日は結構特殊でしたね。本当は1時とか2時ぐらいまでにはまあ寝るんですけど、あれで起きた。あすいません起こしちゃった。755の通知オンにしてくれてるんですね、ありがとうございます。気をつけよう。でもすごいあの LINE とか来てその通知とか来てても本当に起きないから、自分がすごい通知で起きるの尊敬しますね。え、ちょっと聞いて、今日なんかめっちゃ外歩いたんですけど、コンビニに行ったんですよ暑すぎて。でそしたらあれファミリーマートのロイヤルミルクティーのフラッペがあって、すごい暑かったからなんか冷たいのが飲みたいと思って見てたら、ロイヤルミルクティーのフラペ見つけて、初めて見たから買ってみようと思って買って飲んだら、もう美味しかった。あれめっちゃもうねハマる。あれはそうなんかねクッキーみたいなのが入ってたんですよ中に。味も美味しいし、クッキーのサクサクしたのがめっちゃいい。飲んでほしい、本当に本当にみんなに飲んでほしい。でなんか私のママがめっちゃミルクティーとか紅茶がめっちゃ好きだからおすすめしました。これ絶対ママ好きなやつって言っておすすめしたら、飲んでみるって言ってた。どこのお店？あれです、ファミリーマート。今日めっちゃ暑いですよね、暑すぎ。いつ涼しくなるんでしょうか。
今度買ってみようかな。ぜひぜひ。ミルクティーとか紅茶好きな人は絶対にハマると思う。しかも暑い時に飲んだのがいいんですよね。なんかフラッペってめっちゃ冷たくって、いつも冷たいからなと思って買うのを渋っちゃうんですけど、でも今日のその暑さで飲んだらめっちゃ美味しかった。明日あれです、告知されてるかわかんないけど、あれ出ます、多分ワクワク編集部リモートです。出なかったらごめん、でも出ると思うから一応言っとくね。リモート出演です。そう、ロケもね予定一応あったんですけど、やっぱりね和歌山県のロケには行けませんでした。今月もめっちゃ久々、あれ以来かも、金髪で出た時以来かもしれない、もしかしたら。めっちゃ、だってもう5ヶ月ぶりとかね、多分久々の出演になると思います。ね、そう、また寒くて、そうなんですよ。お話し会は10月から2月はね確保したよ。イエーイ、毎月会えるって書いてる。そう、オンラインお話し会ね、次があと20分後ぐらいに第5次受付始まるよね多分。ぜひ、私お話し会のスケジュールいつもあんまり疎くて、そういうのが前は、でも今回は頑張って発売受付始まったら言うようになりました。成長オンラインのサイン会ってどんな感じ？まあ、普通にお話しして、なんかいつもの握手会のサイン会はファンの皆さんの目の前でサインを書いてこう私が下向きながらこうお話しするみたいな感じで、書き終わったらどうぞって言って握手して、で時間が来たらバイバイって感じだけど、オンラインのお話、サイン会はサイン色紙、サイン色紙は、まあ、手元にあるんですけど、お話に集中して、そのサイン会っていう部が終わってからまとめて皆さんに当たった人にサインを書いていくっていう感じなんですけど、だからゆっくり書けるので、私的にはそう記念品にはなるんじゃないかなと思います。いっぱいメッセージとか書けるからね。クリスマスおすすめなの？おすすめですね。いや、何をするっていうのは全く決めてないんですけど、まあクリスマスだったらサンタさんとかになっちゃうのかな。
そう、後で郵送されますサインは。ツーショットはその場で撮って、で後ほど送られるみたいな感じです。多分ワンショットも、もう基本的にはそのサイン会とかツーショット会ってなってるけど、サインとかツーショットとか当たった方が撮れるっていうだけなので、で基本的にはお話、画面越しのお話がメインになりますね。おまけみたいな感じじゃない、写真とかって。当たったらラッキーって感じかな。今日は18時ぐらいになったらランキングを読みます。花火したいな。なんか本当に花火したくて、手持ち花火ね。でなんか2年前ぐらいの夏に、あの大西桃香ちゃんと宮里莉良ちゃんと3人で花火したんです、手持ち花火で。すごい楽しくて、で去年もやりたいと思ってたけどできなくて、まあ、今年もやりたいと思ってて、まあ多分できないんですけど、なんかそう一緒にメンバーとかとも全然、もうお仕事でチラッと会ったりはしたんですけど、プライベートで会うっていうことがなかなかできないので、一人でやるかなって考えたりしたんですけど、一瞬まあ無理ですよね。まずどこでできるんだろうって感じだしね。一人花火ってどうなんですかね。一人映画とか一人ご飯とかあるじゃないですか。一人花火ってどうなんだろう。とてつもなく虚しそう。確かにね、それを誰かに見られた時がちょっと恥ずかしいかもしれない。確かに寂しいか。一人花火はね、寂しいか。そうですよね。まあ結構後片付けとかもね、一人でやるって考えたらね、誰かとやるから楽しいみたいなとこあるもんね。花火大会を一人で見に行くのとどっちがマシか。でも花火大会は結構人がいっぱいいるから逆に馴染んで、なんか寂しくなさそう。誰かと見てる気分になりそう。一人まるまるだったら、まあでも一人映画はよくやるし、一人焼肉は一度挑戦してみたいなと思うけど、ちょっと勇気がないっていうのと、でも一人で、一人単独行動はまあ結構好きなので、お買い物とかも基本一人なんですけど、一人まるまるって他に何があるか。一人焼肉気楽だよ。そう？あ、一人カラオケ。一人カラオケはまあ全然できるよね。一人ラーメン。
一人旅、ああ旅したいね。確かに一人でちょっと遠出するのも楽しそう。一人回転寿司はたまに行く。楽しそう。一人麻雀は無理やね。確かに一人で麻雀無理ですね。モーパイぐらいかな。でもモーパイもまあ一人でよくやるけど、なんかこうモーパイでさ、こうやってチューンって当てるじゃないですか。当たった時よしってなるけど、それを誰かに見ててほしいそのできたことに対する褒め言葉が欲しいから、それちょっとね寂しくなる。一人モーパイも一人 USJ とかディズニーを一人そう一人でテーマパークに行ったことないけど、行ってみたい。いつかちょっとでも寂しいかな。単独行動好きだけど、ジェットコースターとか一人で乗るのちょっと怖いかもしれない。誰かがいるからいつもあれですけどそう、すごいってほしいの。モーパイは褒めてほしいから。一人海外旅行よくやってた。すご、一人すご、一人海外旅行か。海外行きたいな。水族館とか動物園は結構楽しい。へえ、なんか行ってみたいし楽しそうだけど、水族館とか動物園って学校の行事というか遠足とかでしか行ったことないから、行ってみたいわ。一人お化け屋敷、うわー、一人お化け屋敷はきついな。なんかなんか誰かと入ってわーってなんかお互いがビビってるのがなんか面白かったりするけど、一人お化け屋敷はすごいな。来年2月19日当選したよ、イエーイ。なんか来年まで予定決まってると楽しみがあって嬉しくなるね。やっぱり先が見えないよりかは来年にもお話しする機会があるって思うとちょっと今嬉しくなっちゃった。一人でコンサート参戦、あーでも一人コンサートはいいですよね。ちょっとその会場して開演までの時間が長く感じるかもしれないけど、でもいいですね。20歳最後のお話し会、そうですね。なんか19歳の時もだけど、20歳もあんまり皆さんに会える機会が少なくて寂しかったな。まあまだ20歳になって5ヶ月ぐらいですけど、一人ゲーセンはいけるでしょ。おー、どうだろう、行ったことないけど、でも行けそうな気もするね。一
人お化け屋敷よりかはいけるね。クレーンゲーム得意ですか？めっちゃ下手だと思う。クレーンゲームはね、なんか昔結構もう本当に15、6、7歳ぐらいの時とか、ワンピースめっちゃ好きで、ワンピースのフィギュアをなんかゲームセンターのフィギュア、なんかクレーンゲームで欲しいのがあって、そう、それは全部パパが取ってくれたやつなんで、自分でフィギュア取ったことない。どう見てもうまくはなさそう。そう、そういうのなんかめっちゃ下手そうなイメージ持たれてるけど、まあ下手ですよね。はい、買った方が早い説、それはもうあるよね。でもそのゲーム、そこのクレーンゲームにしか置いてないやつとかもあるじゃないですか。なんかそのゲームセンターのために作ったじゃないけど、なんかそんな感じのフィギュアがめっちゃ、なんかその作りもしっかりしててめっちゃ良かったんですよね。はい、しかも大きいから、もうそれをフィギュアケースに入れるだけでもと場所取る。自分で取る達成感みたいなのある。確かに達成感ですよね。でもクレーンゲームってその知らない人が横でやってるのもめっちゃ見ちゃう。なんかゲームとかもクレーンゲームだけど、なんかそういう自分がやるのはめちゃめちゃ下手だけど、なんか見る方が結構好きかも。何にしてもマリオとかそういうゲームとかも友達のを見て楽しむとか、クレーンゲームも見てる方が楽しかったりする。ゲーム実況とかはあんま見ないですね。見るの好きだけど、そういうのはわざわざ見ないね。麻雀のなんかやってるのはたまに見るけど、ドボンする？そうですね、ドボンしますか。またお知らせします。多分夜遅くにするかも。多分ね、最近私その麻雀の MJ モバイルっていうアプリがあるんですけど、なんかそこでトレーニングっていうボタンを押してクイズみたいな挑戦してるんですけど、なんか点数計算のクイズとか、なんか勉強になるような問題がいっぱいあって、めっちゃねためになる。なんかレベルが上がっていくともう本当に難しくて、もう10問中2問しか正解できなかったりとかするんですけど、でもめっちゃ楽しい。
お腹が空いてきました。皆さん何食べますか？というか、明後日はアットジャムですね。意外ともう8月も終わっちゃいますよね。早っ。8月の前半もずっと何もしてなかったからね、より早く感じるかも。でも早いよね、それにしても。あさってやな。そうめん、唐揚げいいですね。何食べようかな今日は。何食べる？どうしよう。今日私朝起きてからきゅうりと白米とあれロイヤルミルクティーフラッペを口にしたぐらいなんで、なんか栄養っていう栄養をまだちゃんと取れてない気がする。すごくお腹空いたよ。何食べよう。でも私最近牛丼食べたいなと思ってて、ちょっとがっつりすぎかな。でもなんかね、お肉が食べたいと思い始めて、あ、牛丼いいなーって思ってから結構経つんですけど。売ってたらあれそれにします。すき家とかね、吉野家とか本当は行きたいけど近くにないからコンビニになりそうだな、また。すき家のチーズ牛丼かネギがたっぷりのった牛丼、どっちか食べたい。いつもその2つしか頼まない、すき家に行ったら。確かにウーバーに頼らないところが素敵。私あれ頼んだことなくて、その出前系を、なんか友達ととか、その誰かと一緒にいるときに、まあ出前にするみたいなことはたまにあるんですけど、なんか自分ではなんかね頼まないんですよね。でも登録はなんかしてて、なんか自宅療養の時とか使えるかなと思ったけど、なんか高いなと思って。普通にまあコンビニでね毎回ね食事を買ってる人が言うセリフではないかもしれないんですけど、なんかでもちょっと高いと思って。あと意外と届くまで時間かかるなみたいな、今すぐ食べたいから待てないなみたいな思ったりして、そういうこと思ってたら今までね全然頼んでなかった。
でもいつか頼んでみたいっていうのはある。6時になりました。そう、なんか TikTok を撮ろうと思ってて、何を撮ろうかなって見てたら、またなんか普通にいつも通り TikTok 見るだけになっちゃって、とりあえず決まんなかった。どうしよう。すっごいね、ご飯の話してたらもうお腹がスカスカ。最近何流行ってるんですかね、 TikTok って。わからない、見てるけど。なんか結構関連のやつで自分が好きなものが中心に出てくると流行ってるの結構分かんなくなるよね。まあまだ頑張って探して撮ります。じゃあランキング読みますね。13位、ヨッシーアットセリちゃん、今日もかわいいよーさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、マサノブアット、洋服めっちゃかわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、社員ハッシュタグチームカピバラ、これなんて読むの、キュウリか、キュウリより長野さんの方が。スチーさん、ありがとうございます。イエーイ。10位、スイカの種お話し会、まあまあたくさん申し込んだよさん、ありがとうございます。お待ちしてます、ありがとう。9位、幻アットセリちゃん、おいしいものたくさん食べてねさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、ゲンタブアット今何飲んでる、お水です、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、トリオヤジアット今日の髪綺麗ですねさん、ありがとうございます。書いてないけど。おっと、ちょっと待った。6位、園田長崎アット早くお話し会したいさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、中心アットセリちゃんと麻雀したいさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、アッツアット幸せリカさん、ありがとうございます。幸せリカ。3位、赤いゾウさんアットチームエイトヘナチョコサポートさん、ありがとうございます。はい。そして2位、ケンパアットセリちゃんのメールいつも楽しみにしてますさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして今日の1位は K 一郎アットスクショタイムやっちゃうチーズは、チーズは
はい、セリカで、あ、はい、ありがとうございます。はい、セリカってことですね。じゃあスクショタイムでもしますかみんな書いてあげてってコメントおもろ。悩むんですよね、この書いてないけどって。はい、じゃあスクショタイムしますね。はい、セリカ、カシャ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 、撮りました。安定のピースで、もうピース以外のポーズ考えてたけど、もう開き直ってピース。しかも両手、ありがとうございます。エリかわいいね。そう、これめっちゃかわいい、セーラー服みたいな感じになってるんですよ。それではね、後でメールとかね、いろいろね送ってね。あ、オンラインお話し会、あれ始まったんじゃない？50受付、第80受付まであるからね。あ、ちょっと待って、ピン、よいしょ、ピンポンが来ました。ただいま。そう、荷物がさ届くって分かってたんですけど、時間が分かんなくてただいま。あ、そう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 、オンラインお話し会がね、受付中なんで、第5次よろしくです。でもお話し会始まって、その画像ファンの皆さんが私のスケジュールをまとめた画像とか作ってくださったりしてて、なんかその画像ってどう、めっちゃすごいね、可愛くまとめてくださって、絶対大変なのに、もう本当にありがとうございますそのスケジュールを見て私も、あ、この日にあるのかって確認しました。欲しい分は買えたかな、また追加します、ありがとうございます。本当はね、実際に会えたらいいんですけどね、まあなかなかそういうのもできないということでね。お話し会結構久々ですよね。でもお話し会も10月とかからだから、あと1ヶ月もあるって考えたらちょっとね、まだまだな気もするけど、でも1ヶ月って意外とあっという間に経っちゃうから、すぐ来るかなと思うけど、でももう9月からやりたいと思ったね、今日めっちゃ髪のコンディション良くないですか？長さも今が一番好きかも。あ、もうちょっと伸ばしてもいいか。このぐらいにしたいね。前髪は、あ、でもあんまりなんか、あ、でも綺麗な方かもしれない。85点、結構あれだな、高得点多分。でもこれあんまり
アイロンでフュッてやっただけなんで、動いたら多分ボサボサになりそうだけど、でも今日は綺麗な方です、髪。ももちゃんぐらいショートにしてみればね。いや、ショートはねやっぱ勇気がなかったよね。だから髪を、まあ結構ロングヘアの時に髪を切るってなって、じゃあどのぐらい切ろうかなってなった時に、最初はもう本当にこのぐらいの長さで収めたんですけど、でも一回切ったらまた切りたくなっちゃって、もっと短くして肩上ぐらいには一回なったんですけど、でもやっぱりなんか自分的に今の考え的にはちょっと髪がこのね、この周りにある方が落ち着くんで、暑いけど、でもね、そうちょっとね、髪はここに欲しいなって思っちゃいましたね、切ってから。じゃあ20分ぐらいになったら終わりますね。TikTok 何撮ろう、結構ね迷うっていうか、何を撮っていいかって感じ。今から撮ろうと思うんですけど、そう前に比べたらね結構短くなったよね。でも私の友達、幼なじみの M ちゃんの M ちゃんのママの M ちゃんがこのぐらいの長さめっちゃいいって褒めてくれたんですよ、聞いた時に。なんかそれが結構嬉しくて、なんか昔からずっと本当に私がもう小さい時からねずっと見てくれてるからさ、そう M ちゃんのママの M ちゃんは本当にね、そう昔から見てくれてたんで嬉しいですよね、そういう方に褒めてもらえるのはね。それではね、終わろうかな、そろそろ。ちょっと早めの時間でしたが、見てくださってありがとうございました。オンラインお話し会申し込みできますので、ぜひ、ポチポチしちゃってください。よろしくお願いします。あと、多分、まだ告知されてないけど、あれ出ます。和歌山、テレビ和歌山のリモート多分また告知されたらちゃんと言います。ということで今日も見てくださってありがとうございました。またね、夕方からも楽しんでください。ありがとうございました。